アンドレア・ジャクリーン・レッドサムを作ってきたと信じているからである。だが、経済では自由市場経済を支持している。レッドサムは同性結婚には反対している。レッドサムはそれ以前は EU 離脱に反対の立場を取っていたが、2016年6月に行われたイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票では、 EU 離脱派の主要メンバーとして脚光を浴びテレビ討論で注目を集めた。レッドサムは治安のためには英国は EU を離脱した方が良いと考えている。レッドサムが心配するのは EU の大量移民政策である。レッドサムは宣言圏内の自由な人の移動は危険であるとし英国の治安の大きな脅威となると述べている。またレッドサムは EU に加盟しているために南米などの国家と自由に FTA を締結できないことも問題視していた。彼女は1993年にベンレッド・サムと結婚し、二人の息子と一人の娘を設けた。最初の子供の出産後、彼女は産後鬱に数ヶ月間苦しめられた。レッド・サムはキリスト教は彼女の人生で中心的な役割があると述べている。彼女は デイリー・テレグラフ氏のティム・ロスに対して、私は非常に献身的なキリスト教徒です。私は自分の価値とそれによってなされる私が行った全てのことについて考えます。と語った。彼女は他の議員とともに様々な聖書研究グループに参加し、そして常に祈り公然とキリスト教信仰について、 全ての党の院内会派が主催するウェブサイトで議論を行っている。ありがとうございます。